今見えてるのが超大型モンスターエアロバットよ。そう、体格は大きいけど浮きエビなどの小動物しか食べないの。飛空艦を見つけても大抵は一定の距離を保とうとするわ。こちらから仕掛けない限り攻撃してくることはない。これをペットに？まず1000万ヘクタールの土地を用意しないとね。まあそこまで大げさじゃないわ。ただこいつらの真下にいるのはおすすめしないわね。でないとヤバい液体にまみれることになるから。おやおや、発言がますますエスカレートしてるぞ。ちょっと待った、この ID まさかお父様？ちょっとお父様、これ生配信なのよ。そういうのやめてよね。どうだ、生配信で8万人相手に晒し者になる感覚は？それとよ、盛り上がってるところ悪いが、帝国の電波が届くギリギリの範囲まで来ちまってるぞ。みんなごめんなさい、まもなく帝国の魔導回線のカバー範囲を離れるわ。残念だけどしばらくのお別れよ。それじゃあまたね。さようならみんな。さようならお父様。さてと体を動かしに行くわよ。武器忘れんなよ、部屋の左の箱じゃ。これだな、帝国軍も。任務中の配信を許したな。目的地に着いたら戦闘シーンを配信しようぜ。フォロワー爆増間違いなしだ。どうかしらね、可愛い小動物が相手だったらチャンネルが封鎖されちゃうかも。
訓練はここまでにしましょう。とりあえず休憩。随分と余裕じゃねえか。もうすぐグランドストームに突入するってのによ。心配しないで。このストーム号はライリーの傑作なのよ。グランドストームを突破するために作られたんだから。ほう、もうやることはなさそうだ。あたりをうろついてみようぜ。隊長、グーグー鳥を見かけませんでしたかい？見てないわ。グーグー鳥がどうかしたの？グランドストーンを突破したお祝いに帝国最上級のグーグー料理を振る舞おうと思ってたんですが、逃げられちまいやして。それは困ったわね。探すのを手伝いましょうか？本当ですかい？助かります。いなくなったのは3話でさ、足は厨房で待っておりますんで。わかったわ。来たぜ、鉄板逃げたグーグー鳥探し。グーグー鳥が面倒な場所に置かれてねえといいんだが。ということは、グーグー鳥を差し出せば何かしらのアイテムが手に入るってわけね。じゃなきゃ彼の料理に苦情を入れてやるわ。
お姉さんにこれ置いて。はっ、切り裂け。お前の美貌には興味なさそうだ。た眠りなさい。可愛くないわ。たっ、見られるか焼かれるか。せっ、たっ、見られる。ありがとうございました。これで艦長に怒られずに済みやす。早く処理しておきなさい。食肉になればどこにも逃げられないでしょ。確かに。いやさっきは肝が冷えやしたぜ。ところでその、はい、他に何かご用ですかい。どうすんだこいつ、全く分かってねえぞ。ああ、そうだそうだ、忘れるところでした。分かればいいのよ。エルガ少佐、至急司令室へとお越しください。どうしたのかしら。司令室へ行ってみましょう。やったら船から放り出して自分で泳いで帰ってもらうから。はあ、分かったですわお姉さま。ところでお姉さまはどこへ。司令室よ。そうですのね。それじゃあ私は武器庫に行ってくるですわ。アディオスですわお姉さま。はあ、羨ましいぜ。羨ましいって何が。シアラさ、あれだけ生きのいい体を欲しいままにしてやがる。はあ、俺はいつになったらヘアピンを卒業できんだ。ふん、私の頭上が気に食わないらしいわね。生命力に満ちた体、少女の息吹、すべすべのお肌、あの手触りを忘れちまいそうだぜ。おいた、いった。通覚はまだ残っているようね。こんな暴力女。あいつのお前の態度ちょっとばかりおかしくないか。そう、別におかしくないわ。私、人に好かれるタイプだから。
参上いたしました。何してたんだ、待ってたんだな。申し訳ございません、少々手間取りまして。まあいいんだな、席に着きなさい。はい艦長。カール教授、もう一度今回の作戦計画について説明してもらえるんだな。よかろう諸君、スクリーンを見たまえ。周知のように我々を隔てる壁は下方のアシッドフォグエリア、情報のライトニングエリア、そしてグランドストームを間に挟む天を貫く2層のリバースロックによって構成されている。今現在においてレベル9の強酸と落雷に耐える飛空機は存在していない。つまり我々が達成すべきは正面突破に他ならない。そのために私とライリは10年もの歳月をかけこのストーム号を完成させた。より頑丈なボディと高い機動性、そして高度な探索能力に加え岩を粉砕するディスラプター砲を多数搭載したことでグランドストームに流れる高速の岩石流を突破することが可能だ。知っての通り14年前グランドストームの突然の大爆発によりアドバンスキャニオンは隔たれ我々の第一艦隊が行方不明となった。あの戦艦には私の親友も在籍していた。我々は未知なる領域の探索に惨憺たる代償を支払ってきた。だが我々は決して立ち止まりはしない。多くの証拠がアドバンスキャニオンを抜けた先に新たな世界が広がっている事実を物語っている。我々はリバースロックに囚われ続けるわけにはいかない。今こそこのグランドストームを突破し立ちはだかる全ての障害を乗り越え新世界を探索しなくてはならんのだ。カール教授、一つ質問が。話したまえ。ピアース派についてはどうお考えですか。帝国ではとある一派がリバースロックに穴を開けグランドストームを避けて通る方法を主張し続けています。我々エアシップ派はそれを一緒に伏してはいますが。彼らには別の目的があると思うがね。未だに帝国アカデミーがリバースロックの各エリアの構造と厚みを把握できていない点はさておき、一定の深さに達すると極めて高度の高いレゾナントクリスタルが続くことからも彼らの主張は無意味だとわかる。まあ数十万年も掘り続ければ可能かもしれんがな。レゾナントクリスタルにはそれなりの価値がある。彼らは新世界を口実に帝国政府から金を騙し取るつもりだろう。真の目的はレゾナントクリスタルの発掘というわけだ。なるほど。さてと、今回の任務についてはみんな十分理解できたんだな。これより約1時間後にグランドストームへと突入するんだな。みんな準備はいいか。気合を入れて挑むんだな。おお。グレイニー、あなたの腕の見せ所ですよ。任せろ。エルザ、ディスラプター砲の操作を頼みます。了解。全速前進、グランドストームに突入。
ついに達成した。やったー、よくやった。みんなお疲れ様なんだな。グレーニー、あなたいい腕してるわ。90点。大台を一つ投げにした。区長、右側に未確認生命体が多数接近。映像を接続します。これは図鑑には載っていないモンスターだわ。どうやらカラルの足のようね。先方からの攻撃を確認。高エネルギー源が飛来してます。全艦レベル1戦闘配置。ありがとうございます。状況は？モンスターはさほど強くありません。我々で対応可能です。なら持ちこたえて。私は動力室に行く。ここは任せたよ。了解です。ご期待に応えてみせます。敵を片付けるわよ。Yeah!
壁に亀裂が入ったみたいですわ。シアラ、怪我はない？足が抜けないですわ。動かせそう？骨までは達してないから、治療魔法で応急処置しておくですわ。お姉様は先に司令室に向かってですわ。ダメ、館内にモンスターが残っているかもしれない。ここにいては危険よ。調整を続けて、肝心な時に使えなくては困りますから。はい、副長。メカニック班はストーム号の修理に必要となる材料と時間を算出。はあ。この風景に見覚えはない？何か思い出せた？何にも。だがここの魔導層の流れ、帝国のとは違うな。